evening, ladies and gentlemen. We have a guest tonight for the first time in 6 months. Our guest is Dr. Ken Hakoda. Incidentally, this is the second time for him to visit our studio. Tonight he is going to talk about his new book on leadership. It's showtime. Age age! English!金曜12時睡魔に負けそうになったらすいませんと叫びつつ聞いてください。アゲアゲイングリッシュ、お相手は英語音声学者の小川直樹と2代目アシスタントの女優歌手デトックスコーチの高木デリスです。よろしくお願いします。先生、今日はしばらくぶりにゲストにおいでいただいていますね。そうなんですよ。今日のゲストは約1年ぶりですね。最近はデリスさんもだいぶお世話になってるみたいじゃないですか。そうなんですよ。音楽方面でいろいろお仕事をいただいてます。いや、お仕事いただいてるの？はい、はい、の大丈夫ですか？本当にもらってるんですか？なんか口が回ってないよね。いや、いただいてます、いただいてますよですね。じゃあご紹介いたしましょう。Ladies and gentlemen, let me introduce our honorable guest today, Dr. Ken Hakoda. Dr. Ken appeared on this show 1 year ago, so probably some of you remember him. Dr. Ken is now president of Insight Learning, a famous seminar company. But before he became the president, he lived in the USA for 30 years and was a professor of a university and also a conductor of an orchestra. Welcome back, Dr. Ken. Thank you very much. Hello, everyone. My name is Ken Hakoda. I'm so delighted to be here.というわけで1年ぶりなんですが、今回はね、なんか本を出されたということでお招きいたしました。どうもありがとうございます。そう、5月にこのプロフェッショナルリーダーの教科書、エンゲージメントリーダーシップという本をね、朝出版から出していただきました。あの夜に読んでも朝出版そうですねこれね、僕読ませていただいたんですけど、このプロフェッショナルリーダーの教科書、朝出版のこの本読ませていただいたんですけど、すごい力作ですよね。かなり情報が詰まってますよね。どうもありがとうございます。この本の基本的に私がアメリカでずっとやってきた、まあ大学教授、部長、指揮者として、リーダーとして、まあ、どういうことをやってきたか。まあ、それ、経験だけじゃなくて、特に重要したのは、その、教育理論ですよね。僕は、教育学の博士号をコロンビア大学というところから持ってるんですけど、その、教育学をどうリーダーシップに使うかっていうところですね。いかに、まあ、いかにどのように情報を伝えるか、どのように人をエンゲージさせるか、このエンゲージというキーワードがこの本の中心になっています。そうですよね、エンゲージですよね。この単語がなんか面白いというか、日本人にはちょっとある意味難しいっていうか。そうですね、本当にエンゲージ、まあ、エンゲージといえば一番最初に思い浮かぶことは、エンゲージメントで、エンゲージメントあるじゃないですか。リングですね。そうそうそう。リング。婚約。エンゲージメントリング。まあ、一番最初に思いつくっていうのは誰も、婚約ってことだと思うんですよ。エンゲージメント。うん。You know? I'm engaged to John っていう、ジョンさんと婚約してたらそう言いますよね。エンゲージメント。婚約指輪のこと、エンゲージメントリング。これが一番、使われるパターンだと思うんですけど、実はこの単語はもう今、様々なところで使われています。教育界、ビジネス界。とにかくエンゲージさせろ。Get them engaged. とか、Get your customer engaged. とか、いろいろなところで、とにかくエンゲージという言葉は特に重要視されてますね。うん。この Get them engaged、これ本にも出てきますけど、はいはい、これはどういう意味なんですか？ Get them engaged。エンゲージというのは、例えば、あれですよね。まあ、婚約にちょっと戻しますけど、婚約といえば、その、まあ、二人、約束をするって意味じゃないですか。
そのでもただの約束じゃない、婚約でも結婚、気持ち心も身も心もあなたに捧げる約束をするっていう意味ですよね、身も心も捧げる、そうです、まあ、捧げるというかそういう捧げた約束、うん、エンゲージというのはその感情が入るわけですよ、エンゲージという言葉に感情が入るんだ、フィーリングスが入るわけですよ、エンゲージ、例えば何かを行動するときは do ですよね、何かやるとき、no, do that do this、うん、I wanna do that という何かしたいときに言いますよね、それは行動ですよね、でもエンゲージという言葉にすることによってそのインボーブ、身も心も入れてやるっていうことを意味します。エンゲージ。なるほど。ですから例えば、If your customer is engaged, they will buy whatever the product you produce. For example, で例えば Apple っていう会社はものすごくエンゲージがうまいんですよ。へえ。ですからその世界中にアップル信者って言うじゃないですか。はいはいはい。もうアップルの商品だったら何でも素晴らしいから買う。うん、それはなぜかっていうと、カスタマーがエンゲージしてるんですよ。ああ。もうカスタマー、その、まあ、信仰みたいなもんになっちゃってますよね、ほとんど。その、ここ、身も心も捧げて行動する、信じるっていうことですよね。だから、特に僕なんか、学部長やってたんですけど、アメリカの大学でね。うん、で、学部長やってるとき、やっぱその、どうやって、生徒を成功させるかっていうことを考えるときにいつも言われたことは get them engaged, get the student engaged ってことはただ勉強するんじゃなくて頭も感情も込めて勉強する、その学校のアクティビティに参加することによってその何ですか、そのインボーブメントがものすごく高くなるわけですよ。ただやるだけじゃなくて、うん、例えばね。で、例えばこの前のデルシさんなんて、その、やったじゃないですか、シェフ。シェフ。はい。お芝居ね。で、うん、デルシさんのブログとか読んでると、あの、Facebook とか、やっぱ、デルシさんは完全にエンゲージしてました。あ、なるほど。お身も心も。そう、だからただ、あの、女優として、出てるだけじゃないんですよ。普通のプロだったらもう与えられた仕事やって、はい、さよならですけど、多分僕の思ってるところでは、その、あまりにも感動的な経験で、身も心も込めてやっていたって感じじゃないですか。なるほど。いや、そうですよね。うん、それが。それがエンゲージ。そう。Delice was engaged to that chef。なるほど。なるほど。感情が入るってさっきおっしゃったんですね。そうです。行動に感情が入ると、エンゲージになるわけです。なるほど。確かに淡々 do だけだと淡々とやっちゃうけど、お芝居も淡々としたものになっちゃうけど、感情も入ってるから身も心もそこに入り込んでるから、そうです。だからあの監督としては get your actors engaged to your production にすることによってその質が高くなるわけです。音楽なんか特にそうです。例えばもしオーケストラのメンバーがエンゲージをしてパフォーマンスすれば、そのパフォーマンスのクオリティは格段に高くなります。なるほど。楽譜を見てただ正しい音を、うん、正しいところに弾くだけっていうのは do なんですよ。あで、プロは do ができる、うん。でもその上を行くにはエンゲージをしなきゃいけない。あ、そうなんだ。ただ楽譜の通りに弾いてるだけだったら do で、do です。そこになんか思い入れて、思い入れとか感情とかそういう、それ以上のものを入れることによってエンゲージすることになるわけですよ。ああ、なるほど、ね。だから、グッドリーダーは、エンゲージを促すんです。うん、ああ。まあ、ただやらされるんじゃなくて、本人が進んで、やりたいっていう気持ちになってやる。やりたいという気持ちにさせる。うん、それがエンゲージメントリーダーシップ。で、その方法を、うん、あまあ、教育学に則って書いたのが、うんうん、この本なんです。ああ、なるほど。必読ですな。そう、そういえばそこ、あの、教え、この本で最初の方で書いてあったのは、教える、教師がやるべきことは教えることではなくて、学びたくさせることっていうふうに書いてありましたね。これは本当にあれですよね。僕はもう教師を23年以上やっていて、その、まあ、大学にいる頃は、教師を、教える教師をやってたわけですよね。うん、ああ、先生の先生やってた。先生の先生。で、僕が一番教えてたことっていうのは、とにかく、あの、教えるなって言ってたんですよ。教えるな。一番もしね、あの、
If you want to be a good teacher, you must engage your students. 何かっていうと、生徒が教えても教えても学びたくなければ学ばないわけですよ。ああ、なるほどね。教育の一番の近道っていうのは、その学びたい人たちが、生徒たちが学びたいって気持ちになって。例えば、デリスさんだって、やらされてることだったら仕方なくやりますけど、自分のやりたいことって進んでやりません？そうですね。で、自分でお金払って習い事取るとか。ああ、はい、やってます。自分がやりたいからでしょ？やってます。それはなぜかっていうと、うん、やりたいからなんですよ。で、教師で重要なのは、その、やりたいという気持ちに持ってってあげる。そういう、やりたいになる環境を作ってあげることが、教師の最も重要な仕事だと、僕は23年間教えてきて思いました。そうすればね、自分で学ぶんですよ、生徒っていうのは。学びたければ。自分で調べるし、自分で質問してくるし、本当にもう自分で行動するようになる。だからそれがエンゲージメントのキーですね。なるほど。マストからドゥにする。マストからウォントです。マストからウォントにすることによって学びが起こるんです。なるほどね。なんかやんなきゃいけなくていいからやるんじゃなくて、自分でやりたい、勉強したいと思って勉強する、ね。そこに持ってってあげる、環境を作ってあげるのがリーダー。そしてティーチャーの仕事です。なるほど、私が勉強できなかったのはそうエンゲージしてなかったしてなかった。そうで、それをさせてあげる環境を作ってあげる、デリスさんに。で、日本の教育っていうのはどうしても一方通行なんですよ。先生が前に立って教える。でもそうじゃなくて、その生徒がどうやったらデリスさんがやりたいになるかっていうのを考えて、その環境をうまく作ってあげればいいわけです。それちょっと日本の教育はいろ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 ですよね、うん、そうですね、まあ、やっぱり無理やりやらされちゃうところは結構あるからね、まあ、この本にその方法とかその、まあ、例が出てますので、先生の方もね、ぜひこれを参考にしてくれたらとても嬉しいです。これは本当に勉強になりますね。僕もこれちょっと読んでみてね、すごく勉強になりました。これ特に前の方で出てる表現として、それを表している言葉として、スチューデントセンタードっていう表現がありましたね。スチューデントセンタードっていうのは、その教育の理論であって、アプローチであって、今もう欧米では当たり前になってます。っていうのは、先生が前に立つ教育っていうのはティーチャーセンタード、スチューデントセンタードっていう教育は生徒の学びを中心に考える。生徒がどうやってやればこの生徒が学ぶかを考える。教えるんじゃないんですよ、学びなんですよ。Learner、ね、Learner Centered、 学ぶものを中心に考えること。もっともっとお伺いしたいんですけど、そろそろお時間がだいぶなくなっちゃいました ね、 ということで、箱田健介さん の、 プロフェッショナルリーダーの教科書、朝出版からですね、はい、そうです、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、じゃあデリスさん、なんか一言あれば、はい、7月7日から舞台に出ますので、皆さんチェックしてください。ツイッターをよろしくお願いします。舞台7月やるんですね。はい、やります。というわけで、そろそろ今日はね、まだもっともっとお伺いしたいんですけど、そろそろお時間になってしまいました。ゲストはドクターケンでしたね。はい、はい、それで、今日のお相手は小川直樹と高木デリスでした。それではアゲアゲイングリッシュ。あ、こんなもんですか。最後どうしたらいいか分からなくて、これいつのタイミングで。あ、間に合いました。そうちょっと。あ、でも若干最後に間が空いちゃった。そう。まあいいや。まあでもちゃんと時間通り入った。うん。余裕。ああ、よかったよかった。うん。いやでもこのやっぱりエンゲージのあたりと、そのスチューデントセンター。